いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2012年モデル、アウディ S4 セダンをご紹介させていただきます。まず、外装面の状態からですが、フロントバンパーに飛び石と下すりがあり、右フロントフェンダーに小さな傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。 走行距離約2万3000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。アウディの A4 セダンをベースとし、S 専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル、S4 セダンでございます。エクステリアには専用のフロントバンパーやリアバンパー、アルミホイルが備わることにより、迫力のあるデザインを演出しております。また、インテリアに関しましても、シートヒーターや クルーズコントロールをはじめ快適装備も非常に充実しておりますヘッドライトにはキセノンヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては3リッター V6 スーパーチャージャーエンジンが搭載され最高出力は333馬力を発揮しますアルミホイールは純正18インチのアルミホイールが装着されており タイヤの山に関しましては、フロントが約3分山、リアが約2分山ほど残っております。またオプションでサンルーフが備わっておりますので、開放感あふれる室内空間を演出しております。続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーは S シリーズ専用の4本出しのマフラーが装備されており、力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。 トランクの開閉は手動で行っていただきます。トランク全体十分な容量を確保しており、さらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートは S4 専用のブラックのスポーツレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。 ステアリングも S シリーズ専用の3本スポークのレザーステアリングが採用されておりパドルシフトが備わっておりますので自由自在に変速をお楽しみいただけますまたアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけますナビゲーションはアウディ純正ナビゲーションが装備されており車内では知事の視聴も可能ですまたバックギア入れていただきますと バックカメラも装備されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトは7速のエストロニックシフトが採用されており、走行モードに関しましては、アウディドライブセレクトが装備されておりますので、センターのスイッチにて3段階で切り替えが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。 後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、スピーカーはバングアンドルフセンのスピーカーが標準で装備されておりますので、ゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんのでご安心いただければと思います。では今回は2012年モデル。 アウディ S4 セダンをご紹介させていただきました。走行距離約2万3000キロと低走行ですし、内外装ともに綺麗な状態を保っております。車検も平成31年の4月まで残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。圧倒的な走行性能を発揮するアウディの上級モデル S4 セダンでございます。333馬力を発生させるエンジンと、 7速のエストロニックシフトが組み合わされておりますので、ドライバーズカーとして十分にお楽しみいただけます。また、オプションのサンルーフや、標準装備のバングアンドロフセンスピーカーをはじめ、快適装備も非常に充実した一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。